鏡が之や鏡の之け昭和6年3月29日は、明治から昭和初めにかけて活躍した農学者。農業教育者、庭園研究家。原生は中川で、人造肥料使用法原理を表したほか、庭園研究にも勤しむ。駿河国出身。1890年、帝国大学農家大学卒業。 1897年新設の千葉県立園芸専門学校の校長職に就任。千葉県の自試県上長を兼任。1910年、庭園の調査のための欧米視察の機会を得る。1912年、朝鮮総督府官業模反応上長に転任。1921年から亡くなるまでは森岡高等農林学校校長を務める。 京都時代に京都の名園に惹かれ庭園学の研究を思い立ち、1911年9月に日本園芸雑誌に掲載された庭園及び観賞植物についてという論説と、1912年の1月から5月にわたって園芸のともに掲載された将来における本邦の庭園という文章を発表する。庭園及び観賞植物については、 欧米を視察した経験に基づいて書いている。庭園を、成形式庭園と不成形式庭園とに分類し、成形式は、古式庭園、近星式庭園とも呼び、フランス、イタリア、オランダなどで発達した成形を旨とし、左右対称で地上に模様を描き、建築物等の上から、壁テスするのに適しており、フランスのベルセ、セイントクラウド、 セイントガーメイン島が有名であるとしている。不正形には、庭園の風光が自然その件を示し実景を表す、実景的庭園と、社景的庭園とがあり、実景的は4種類示している。芝布式切,切れ形的庭園は、芝生地を本意としたもので、普通、英国式庭園と称しているもの、樹林地切れ形的庭園は、 樹林地を本意としたもので、大陸式庭園とも称し、フランスやベルギーのボイスと称する遊園もこれに属するとし、森林式は樹林が森林的形態を有するものであって、あたかも森林内に庭園日を備えたようなものとし、小立芝生式は林ではあるが、その樹林内の木は下枝を生ませしめず樹林地は芝生地となしたもので、ドイツにこの方のものが多い。 と分類した。社形的庭園は、日本固有の庭園とし、英国式庭園やフランスのボイスなどと等しく、風光の美を発揮するものであるが、実景の美を、その優に示すのではなく、霧松樹立石火山等によって、自然の風光を縮舎するのを胸としていること、そして、庭園が分化するのは気候によるところが大きく、成形式から、 不正形式に移行しつつある理由は、絵画が絵模様から発達して、線香となり今日の輪郭のあまり明らかでない表現になったように、芸術美に対する考えが進んだ結果ではないか、としている。将来における本邦の庭園では、欧米では庭園の研究が進んでおり、教育機関も備わっているのに、我が国では美術や音楽には高等の学校を設けておきながら、 庭園に関しては、研究機越すら存在せず、進歩するどころか、江戸時代の境外にしがみつき個人の定めた方式の意義すら知らぬ駅屋のために、古庭園のその面向きが破壊される事態に至っていると述べている。そして、庭園史の調査を基礎とする庭園学の必要性を述べ、個人的見解として、我が国の庭園の将来について、生活の近代化、 特に建築物の規模拡大に伴い、宿舎的庭園は減少し、樹林式や芝生式の広い庭園が多くなるであろうこと、日本の建築物の洋風化と、茶道や全道の勢力の衰えから、清楚なる種地は薄れてゆき、離れ気なる装飾花段を有する遊園が増加するであろうこと、無双化よりも植物学的に来や、 干木の自然の正常を調査する必要が増加するであろうが、古来の方式を学ぶことも大切であること、近畿法囲国政の説は否定はしないが、重く見られることはないであろうことを論じている。ありがとうございます。